あけましておめでとうございます新春特別番組国会議員に聞く衆議院議員玉城雄一郎議員をお迎えしています玉城議員あけましておめでとうございますはいあけましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします早速ですが2018年、はい、昨年玉城議員にとってもいろいろなことがございましたよねそうですねまあなんといっても去年はですねええー、5月に 新しい政党、国民民主党という政党を立ち上げて、えー、正式に9月に代表に就任して、えー、まあ日本で3つ目に大きい政党ですけれども、その党首、代表を務めるようになったことは、自分にとっても一番大きな変化でしたし、その意味では、激動の1年だったと思いますねそうですね、代表になられて、やはり皆さんからの声も直接聞くことを、そして、 川に戻っってくくる機会はちょっと少なくなりましたかそうですねあの。これまでのように毎週必ず帰ってくるということができなくなって、うん、その分、党の代表として全国を回ることが増えましたので全国の皆さんの声を、ね、聞くような新しい機会をいただくことができているのでそういった声をまた国政にしっかりと反映していきたいと思っています。はい 昨年の年末も国会で次々法案が通ったり法律が成立したりということがバタバタあったりしましたがやはり皆さんの関心があるのは外国人労働者の方が身近で。 一緒にお仕事をしたりとかお世話になったりというのがこれから増えていくのではないかという、それがいい面もあればちょっと不安な面もあったりされるんじゃないでしょうか。まあその通りですね。うん、あの去年の年末非常にまあ荒れた国会になりましたけれども、はい、まあいくつかの重要な法案が通りました。えその一つが外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法の改正法案ですけれども、あの今もですね。 香川県内でもたくさんの外国から来られた方がさまざまな現場で働いておられます人材不足人手不足の中でそれぞれの産業で即戦力として働いておられますのでこれからま外国の皆さんとね共生をしながら生きていくとまそういう社会になっていくことはもう必然だと思いますただ一方で昨年通った法律は 中身がが、ね、何も書いいてななんですね大事なことが例えばそもそも何人入ってくるんだっていうその業種別地域別の受け入れの上限なんかも決まってませんし、えー、あとこれまでと大きく違うのは家族の帯同家族と一緒に来ることあるいは永住ということにですね、まあ、道を開く制度になっているんですが、はい、まあ一体そのどれだけの人が来るのかということやあるいはもし家族で来るならですね 日本語教育をどのように子どもたちやその本人に施すのかその時の、えー、市や県の役割は一体何なのかこういったことが実は一切決まってないんですそうなんですか、はい、だからまだまだねあの、まあ、決めるところがたくさんある、まあ、私たちは穴だらけの法案だというふうにあの言っていたんですねあの外国人の方を受け入れを拡大することは私たちも賛成なんですが、はい、だったらやっぱ正面からね 受け入れをきちんと拡大するのであればきちんとした受け皿をあるいはそういった方々が来ても混乱がないような制度仕組みをもっときちんと作りましょうというのが私たちの提案でありましてまあ穴がたくさん開いていたので1個でも2個でもですね防げるように私たち国民民主党としては対案をしっかり国会に出して1歩でも2歩でもよでくなるようなまあそういう論戦を行って 最後、ですね政府にもいくつかこういうことはちゃんとやりなさいよということを義務づけることができたと思いますのであのこれから引き続き、うん、あの法案通りましたけれども、はい、より良い制度になるようにしっかりと見ていきたいなと思ってます、うん、そういうふうな流れがきっちりできると周りの方というか、まあ、国民日本の国民の方も外国の労働者が来ても共生というか共存とか一緒にあの大事なことはですね、はい、その 働く外国人の方にとってもそして日本人にとってもいい制度に、うん、あのしっかり作り上げていくことが大事だと思いますね、はい、そして香川県は海に囲まれていますが、はい、漁業の法律もこれも、ねあのはい、大事な法律が一つとりまして、ねはい、あの70年ぶりの漁業法の改正ということなんですが、はい、これは実はあの今、えー、漁業権というです、ね、そういったまあ権利があるんですけれどもこれは一番今優先的に 漁業協同組合や漁業者の皆さんに与えられているんですがあのこれがです、ね、法律上の優先順位がなくなりまして、えー、民間の企業でもです、ねえー、そういった漁業権を、まあ、あの手に入れることができるという法律になっているんですね、はいで。もちろん民間の力もいろいろ入れていったらいいんですが浜の皆さんはです、ね、やっぱこれまで、えー、長い歴史の中で、ね、あのしっかりと漁場管理をされてこられたので、はい、なんかよくわからない基準で お前のけと言われてですねこれまでやってこられた漁業協同組合や浜の皆さんが外されてそこに企業がどーんと来てですねまあ権利を剥奪されるようなことがあってはねえ困ると思いますし実際香川県の漁業者の皆さんからですねこれ全国に先駆けてるというか全国で唯一やっぱりきちんと議論しておかしいじゃないかというですねえ申し入れも実は頂い,いてますのでこれもねあのよくわからない基準で えー、漁業者の権利が侵されたりですね、うん、まあ漁場が結果として荒れるようなことにならないようにこれもしっかりと法律は通りましたけれども、うん、監視をしていきたいし香川県の漁業者の皆さんの声も、ね、しっかり聞いてそれをまた国政に反映させていきたいと思います、はい、お魚つながりですけれど、はいまあ、将来的といいますか2020年には。 宇多津町にああそうです、はい、あの香川県の話でいうと、はい、去年のやっぱり私にとっても一つ大きなあのイベントトピックは、まあ、あのこれまでずっと私もあの応援してきた宇多、えー、津のお水族館が、ね、いよいよ着工して、うんえー、2020年オリンピックの行われる年にはです、ね、開業に向けて具体的なあの、まあ、大きな一歩が踏み出されたと。 いうのはですね、えー、大きかったと思いますし、ぜひこの中産エリアの経済の活性化にね、つながって、えー、いけばなと思ってます。さらにの水族館だけではなくて、周辺のさまざまな産業とか、はい、ああやっぱり経済全体にインパクトがあるようにあのうまくですね。 こういったものが進んでいくことを期待しています。そうですね。まあ観光でコンピラさんとセットだったりとか、ね、泊まって香川に泊まって、はい、宿泊していただいたりとか、外国人の方がね、はい、今たくさん香川県にお越しになってますけれども、はい、まあそういったいわゆるインバウンドをさらに進めるための起爆剤にもなってもらいたいなと思いますね。はい。そして今年2019年ですが、まあそうですね。いろんなことが ぎゅっと詰まった一年になりそうですよね。そうですね。今年まあ2019年、西暦でいうと2019年ですけれども、はい、いよいよ5月1日にまあ御代わりということで新しい元号が始まりますので、はいえー、やっぱり少し違ったね、まあ新しい時代になると思います。あの金上陛下、ああまあ本当これまでね、えー、世界中を慰霊の旅に行かれたり、また 国内で災害が起こったら必ず足を運んでいただいて、まあ、そういった金城陛下がこれまで果たしてこられたことに改めて敬意を表したいと思いますし新しい皇太子殿下が今度は天皇陛下になられるわけですけれどもこの新しい時代がね国民にとってもより良い時代になることをみんなで作り上げていかなければならないなと思いますので。 まあ、いろんな意味での代で替、ね、わり、あるいは新しい変化の年に今年はなるし、していかなければならないなと思いますね変化、はい、選挙もたくさんありますすそうです、ね、あの今年はやっぱり4月にいい統一自治体選挙が県内各地でも行われますし、はいまあ、なんといっても7月には参議院選挙がありますので、はいえー、私たち国民民主党としてもね、候補者を立てて、 やっぱり今、えー、国政にいますと、ね、あのどうしてもやっぱ数の力があまりにも今与党が多いのであの十分な議論なくです、ね、ど,んど,んどんどん数の力で、えー、決まっていってしまうものが非常に多いなという印象ですですからもうちょっと政治に緊張をもたらすためにもです、ね、与野党がもう少し白昼してやっぱりきちんと切磋琢磨するそういう緊張感のある政治を作るためにも来年の参議院選挙では ぜひ頑張りたいと思いますし、まあ、その前哨戦としての県議会、市議会、まあ、そういった各種の自治体選挙でもお仲間を増やしていきたいなと思いますそのためにあまり言ってしまうと作戦を見せてしまうようですが、はい、何かか秘策はあるんですかいやあの特に秘策はないんですが <laughs>、はい、あのただ、今これ日本全体で言えるんですけれども、うん、政治の世界にです、ね、やっぱり女性と若者が少ないんですよ。 だからもっとこの新しい分野にあの,分野の、ね、こう人材が政治の世界に入ってきてもらわないと、うん、やっぱりこの政治というのは国政だろうがあの地方政治だろうがやっぱり物事を決める重要な役割を果たしているのでそこにぜひ女性の参画あるいは若者の参画ということをですね、うん、あの広げていきたいと思いますので、うん、いい女性候補者の発掘にはですね特に力を入れていきたいなと思っています。うんうん、はい そして私自身の今年の、はい、ちょっと不安なことがあるんですが、はい、消費税が10月に上がるのかな上がったらどんな生活になるのかなというような不安が不安の方が大きい,現状ですがいやそれが、ね、多くの皆さんがね、はいまあ、今日、このテレビをご覧の皆さんも、はい、やっぱり今年は自分にとっては10月に消費税が上がると。うん、で 年金暮らしをされている方とか、まあ、本当にこれから大丈夫なのかなとご心配になっている方も多いいと思いますね、はい、で10月にまあ消費税どうしてもまあ年金医療介護のお金がこれから必要になるのである程度負担を国民みんなで分かち合うということは必要だと思うんですがただ私今回すごく心配というか納得できないのはあ軽減税率という制度が消費税の中に新しく初めて入るわけです。 これはまあ一部食料品なんかはですねー今の8%を据え置いて10%に上げないということなんですがただ、これまああの低所得者のためにいいように見えるんですが実は調べたらですねこのまず軽減税率をしてもこれは低所得者対策になってないんですよ。約1兆円ぐらいのまあこれ税収が減ることになるんですがまあその分、お手元に残るわけですが。 例えば年収300万以下の方に行くそのメリットっていうのは全体の1割ぐらいしかなくて、はい、あの多くは実は高所得者に行くんですね。冷静に考えたら分かるんですけどやっぱお金持ってる人がその食料品でもやっぱいいものをたくさん買うじゃないですか高いものをそうすると例えば神戸牛買っても、はい、でも2%引いてくれるわけですから<れ>食料品だから、はい、だから。 その高所得者の方が受けるメリットは大きいんですよ実は。それはダメですね。だからその一般に食料品は10%じゃなくて8%にすると低所得者のためになりますよって言うんですけど、メリットは実はあの所得の高い人ほどたくさん受ける制度になっているのが一つです。あともう一つはね、その基準がよくわからなくて、そのまあ皆さんもコンビニに行かれると思いますけど、その外で食べるって言って買ったら。 あの8%なんですけど、はい、今イートインコーナーって中で食べれるじゃないですか、はい、で中で食べようと思ったら10%なんですでもじゃあ外で食べますって言って買って出てでもたまたま出ようとした友達と会ったから戻ってきてイートインコーナーで食べてるとそれ本当に10払わななきゃいけないけんですよ、えー、でも後から店員さんに2%払ってくださいってなかなか取りに行けないと思いますよね。 それは混乱が必ず起きますよね。消費者にとってもそうですし、お店の店員さんも困りますよね。あとね、やっぱりよく分かんないのは、例えば新聞なんかはね、はい、家に届く新聞は8%の軽減税率なんですけど、その同じ新聞をコンビニとか駅で買ったら10%なんですよ。へえ。で、私のように iPad なんかで、はい、あの電子版で読んでる人は、同じ新聞なんだけど、はい、これ10%なんですね。 まあ要はねそのまあはっきり言ってこうあの権力に近いところに陳情しやすい業界ほど安く負けてもらったりねそうじゃないと高かったりしてこう要はあの極めてこう恣意的な行政が蔓延するし場合によっては利権の温床になったりするので、うん、私はこのね軽減税率という名の複数税率は。 あのまず低所得者のためにならないということがあるし、はいはい、非常に混乱が生じると、うん、それと一番問題なのはあの中小零細事業者の皆さんにいろんな負担をこれから、ね、あの求めることになるので、うん、あの中小零細企業の廃業促進税制に なってしまう可能性があるのであまりこの点は言われてないんですが、はいはい、事業者の皆さんの影響はねよくよく考えないと、はい、その単に消費が落ちるだけではなくて、うん、あの特に香川県にも多い中小企業の皆さんに対する、ね、非常にマイナスのインパクトがあるかもしれないのでこれはまあ10月に施工をするのであればねそれまでにさらに私は見直したり対応したりすることが たくさんあると思いますから。ねうん、今年のねこの10月の消費税の10%への引き上げっていうのは慎重に見極めていきたいと思いますね。そうですね。香川県って言いますと大企業よりも中小企業だったり、まあ、おうどん屋さんとかになりますと。そうなんです。あの実はあの売上1千万未満のところはですね、はい、あの消費税のまあ納付を 免除されているといういわゆる免税事業者という方が多いんですけど、はい、そういう免税事業者の方もこれからの実はインボイスというです、ね、そういうのをきちんと発行できないとやっぱり取引から排除される可能性があるので、はい、だからそういう意味でも、ね、あのそういった中小零細事業者に対する影響ということをきちんと見定めることが大事だと。 んあんまりまだそういうことを意識されていない方が事業者の皆さんでも多いかと思いますけれども、はい、あのこの点は、ねまあ、本当によく実は同じ消費税の税率が上がるってことでもこれまでとは実は全く違う新しい制度がいくつか入るのでその点はよく皆さんにも、ね、注意してもらいたいし、はいえー、我々もそういったことはしっかりと説明をしていきたいと思いますね。ね、はい そしてこの消費税の10%、まあ、税率が上がるとセットであの電子マネーであったりとかカードであったり<お>ポイントであったりで、うん、もう高齢者の方などは本当に混乱してしまうようなポイントで還元えそれってでも持ってないんですけれどカードはありませんとかいう方はどうするのかとか。いやだからちょっとと私もね、うん、まあ次々と新しいこう、はい 増税対策というようなものが出てきてますけどす、ね、例えばねそのカードで買ったら5%還元ですと言われますけど私は持ってますけど例えば高齢の方とかでそのカードを持ってね、えー、大根とかその魚買いに行く人がどれだけいるのかということも、うん あると思いますしね、はいまあ、テレビ見てる方も「も私はカード持ってないわ」っていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、うん、そもそも2%消費税上げて5%還元してたら逆にそれ増税じゃなくて減税なので、うん、それこそ社会保障の財源大丈夫なのかということもあるのでちょっとなんかよくわからないようになってますよね、うん、だかからそうううういいいっっったこことととととがが一人一人のあの懐ににててお財布にとってどういう影響があるのかということをね。 これもまだもやっとしてよくわからないと思うので,うでやっぱりきちんとあの今月から通常国会始まりますけれどもそれ国会の論戦の中でも、ね、しっかり私たちも分かりやすく、ね、あの安倍総理や麻生財務大臣に聞いて、ね、実際どうなっているんですかと現場困ってますよという,ようなことをちゃんと言っていきたいなとであともう一つは、ね、やっぱりあの増税ね 皆さんもなんとなくやっぱりこれから必要なのかなと思っていると思うんですが、必要あ、そうですね。必要は分かっているんですけれど、うん、でも問題はそういった何使っているのと、うん、そういうことだと思いますよね。うん、そこのね納得感がないということが問題でね。はい、まあ例えばこの前もあの年末にトランプさんから言われて戦闘機100機買いますみたいなね。まあもちろんそういった 新しい防衛装備をしていくことは大事なんですけれどもトランプさんに言われたから買いますとかねあるいはもういいねで買いますとかね、はい、それはちょっとどうなのとかと思っている国民の皆さんもやっぱり多いと思いますし、うんはい、あとあれですよ消費税上げるときにねあの約束したじゃないですかあの消費税上げる前に議員定数を減らそうって。 まだそここのといや不透明じゃなくて減らすどころか去年参議院の議席を6つも増やす法案をね延長した通常国会の最後でちょろちょろっとですねえこれ自民党さんが入れてですよで自分たちの議席は増やしておいてそれで国民にはですね消費税の増税を求めるってのはこれはね明らかに約束違反ですよ。それで この7月参議院選挙すするんですよ、はい、私はこれはやっぱり国民の目線セよく考えてもらいたいのはうん、うん、やっぱりこういうことを一個一個やっぱりダメだっていうことを選挙で示さないと、はい、それはもう権力を持った側はねそれは消費税はします国民の懐からお金取りますでもそのお金を自分たちの議席を増やすために使うと、うん、こういうことをねやっぱりダメなんだっていうメッセージを選挙を通じて出していただかないと。うん まあ申し訳ないけどやりたいい放題になっちゃいますよねあと本当に私、心配しているのは今あの、1人暮らしの世帯、まあ、これ高齢者多いですけどもその世帯のもう半数は貯金がゼロです。で加えて、まあ、株価は、ね、上がってますけど、はい、生活保護受給世帯の数は今過去最高水準になってますねでかつ、その半数は65歳以上の高齢世帯なんですよ。はい 私この前もね話を聞きましたけどやっぱり75歳を超えてあるいは80代になってもね例えばガードマンの仕事とかもうとにかくその生活のためにその75歳になっても80歳になってももう働かざるを得ないと、うん、ハローワークに登録してねそういうもうどんなに高齢やってもそれをその趣味のために働きますじゃなくてもう、はい 暮らしを成り立たすために、うん、もう後期高齢者になっても働かざるを得ないと、うん、でそういうあの人もたくさんいる中でね、うん、増税ですよでそれが自分たちの老後の安心にきちんと返ってきてるなら分かるんだけど、うん、なんか国会議の数が増えたりとかね、はい、そのよく分からない中外国に流れていったりとか、はい、そういうことをね きちんと改めることをしないと、この10月からの消費税増税だってね、はい、国民の皆さん納得できないですよね。そうですね。はい、年金も減りそう、医療負担は増えそうっていうところで税金だけが上がるのはダメですよね。ねそうですね。でね、まあこれから人生100年時代っていう言葉をよく聞くようになりましたよね。はい、あの今年小学校6年生に上がった子どもの約半数は 107歳までで生きるるってて言われてるんですよ、はいでまあ、小学校だけではなくてあの我々もこれからね例えばがんの治療がかなり進むあるいは認知症も治るっていう時代になってきた時に結構ね人生生長く生きられると思うんですよでただこれねお金があるとハッピーなんですけど、はい、お金がないあるいはすごい少ないお金しかない中ででも人生100年ですよって言われると結構その。 暗い百年になっちゃうじゃないですか。はい、私はこれはねやっぱ絶対避けるべきで、んみんながねやっぱりあの安心してねあの年を取れるそういう社会に今こそ変えていかなければならないと思うんですよ。うんうん、だから今までは人口も増えて成長をどんどんしていくという時代だかだったので、はい、お金もそういうことを前提に使えばよかったんですが、はい、今これだけ高齢者が増えてね、はいえー、しかも 高高齢齢者が高齢化しててていいくようなな時代になってきているのでやっぱりお金の使い道もやっも変えていくとうん、うん、税金の使い方を変えていくということがすごくこのまさに5月から始まる、ね、新しい時代だからこそ私はねそういう安心社会をきちんと作り上げていくことが 新時代には一番求められると思うんですね、はい、そうですね、はいまあ、香川県も高齢化そして少子化ということで人口が減少していく中でその中でどのように香川が、まあ、世界へ発信していくかというようなそんなお考えとかはありまず香川県は今インバウンドといって外国からのお客様が増えていてそれがまあ経済を支える大きな源にもなっていますから。 あのまずこういったととこころをししっかり拡充していくことだ、と思います、はい、で浜田知事も取り組んでおられますがそのためには私、やっぱり空港と港の整備ということがすごく大切だと思っていてこれはまああの私も全国回っている中でも言ってますけれどもやっぱこれからいろんなところにお金を使っていかなければいけないんですが、はい、まあえて重点を言えばですねこういったやっぱインバウンド特に観光分野はですねやっぱ力を入れるべきだしそのためのインフラとしての 空港の港の整備ととといいうことは、ね、もすすごく大切だと思います高松空港は今度あそれも去年決まった大きな、ねはい、一つの進歩ですけれども,もう民営化ということが、ねはい、あの決まりましたので民間の知恵も入れながらあの高松空港あるいは周辺をもっと活性化させていくということをすればどんどん外国からのお客様もまた県外からもたくさん来られるのでうん、うん、そういったことをやっぱりあの県内の。 経済の活性化ににいいかか直結させていくかこれ大事ですね,ですね今年は瀬戸内芸術祭もありますしね,すね瀬戸芸の年でもありますし、はい、そうですね、まあ、ぜひねあの世界中からあのこの美しい瀬戸内海そして島々そしてそこで展開する現代アートの祭典ということをより多くの国内外の皆さんに、えー、知ってもらって、うんえー、香川県を世界に アピールできればと思いますすねねそうです、ねはい、いろいろお話をお伺いしましたがさまざ、あ、ま目まぐるしく変わっていく中でも一つ一つのニュースを見たときにあれと思ったようなことがあったらそれについて調べたりとかおかしいなと思ったらやはりこう選挙とかで皆さんの、ねえー、意見とかそういうお話を聞いて自分が投票に行くということが大事なんでしょうか。そうですね あのやっぱり自分の意思を示すということがね、はいあの、何年かに1回ある選挙ですから、うんうん、その権利を県民の皆さんにもしっかりと行使をしていただきたいと思いますしただ一方で私たち政治の側もね、はい、分かりやすく、もっと政治を身近に発信していくことが大切だと思っていますで。その意味でで私あの去年始めた試みで ユーチューバーというかユーチューブでですね動画で国会のこと政治のことあるいはその政治そのものではないちょっと実はこのトリビアというかちょっと豆知識のようなものもねあの動画で配信するようになったんですけど結構10代20代の人がよく見てくれていてねあのこの前も兵庫県姫路市の高校生がたまたま私のユーチューバーを見てユーチューブを見てですね、はい 玉木さんに会いたいたと言ってぜひ国会に行ってもいいですかって、はい、あのメールが来たので、はい、もういつでも来てくれと言って、はい、今度会うことになってるんですがあの結構ねそういう若い人にも私どんどんねこの政治のことを伝えていきたいと思いますし特にこれからの若い人たちっていうのがねやっぱりすごく大切だと思うんです。人口が減っていく中で今ののままだだと借金を次の世代に押し付けたり、ね、だから 今必ずしも有権者じゃない若い人たちにもやっぱり政治に関心を持ってもらって今のままじゃおかしいと思ったらねあのどんどん政治にあの参画してきてもらいたいと思うしいい特にあ去年はあの災害が多かったですよね,そうですね西日本豪雨香川県の中でも人命は失われませんでしたけど被害が多かった。はい、これもやっぱり地球の温暖化とかやっぱり 環境をね。いかに守っていくのか、持続可能な社会をどう作っていくのかということも、特に若い人にも関心を持ってもらって、一緒に考えてもらいたいと思いますね。はい、まだまだお話をお伺いしたいんですが、お時間となりましたので、最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、あの今年はですねえ。5月から新しい。 ま身代変わりということで年号が始まりますその意味では新しい日本を作っていくきっかけとなる年にしていきたいなと思いますま特に先ほど申し上げたようにみんなが安心して暮らせるそんな社会を作れるように税金の使い道を変えたりおかしな税金の使い方を改めたりこういったことを国会でもどんどんやっていきたいと思いますので今年もどうぞよろしくお願い申し上げます 新春特別番組、国会議員に聞く、衆議院議員、玉木雄一郎議員をお迎えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。